では、裏を返せばあらゆるものの中心に愛を置き愛し愛されることができなかった人は幸福になれないのかっていうことペンネームナミさん。30代の女性の方から頂いただいお悩みです。 子どもの頃に親からされた虐待をいまだに忘れることができませんいじめから不登校になった時「学校に行かないなら」と母親に高いところへ連れて行かれ「ここから飛び降りてみろ」と言われ私が自殺未遂を繰り返した時には「一緒に死のうか」と言われました私は親の愛情が一番欲しい時期に父親には性的な嫌がらせをされ母親は不倫をしていました 欲しくて欲しくて、やまない愛情を、いつしか過度に拒否をしたり、自由を求めるようになりました。同居している両親の電話番号は拒否していますが、同居生活は普通に遅れていると思います。私を本当に理解している恋人ができたとき、私は親にされたことを無意識に彼氏にしている自分に気がつきました。波が愛情をくれないから、と彼氏は私に言ったのです。 私はその時、ハッとしましまた私が親にされたこととは愛愛情をくれれななかかっったたここと、愛されなかったことさですそれを無意識的に他の人にもしていたと知った時ものすごい罪悪感と謝罪の気持ちでいっぱいになりましたフロイトの言葉あらゆるものの中心に愛を置き愛し愛されることに至上の喜びを見いだせた時幸福は訪れる。 とは、まさにこのことなんだと思いました私が親にされたことを忘れて人を愛せる人間になるにはどんなことをすることで達成できるでしょうかというご質問です仏教とは何かと言われた時に その仏教というものを非常に端的に表す表現される言葉があります七仏通戒戒という言葉ですその七仏通懐下というのは諸悪幕差修善奉行事情語彙 是仏教というものですどういう意味かというと「も々ものの善をなし良きことをなしも々ものの悪しきことを遠ざけ自らの心を清らかに保つ」それが仏教だよという 意味ですでこれはお釈迦様まあお釈迦様というのは2,500年前に実際にインドにいらっしゃった人なんですけれどもお釈迦様よりずっと以前そのお釈迦様のいろいろなことを教わった先生にあたる人そのまた先生にあたる人というふうにして。 七代前までねその先生を遡っていってその先生たちもみんなずっと言い続けてきたお釈迦様より前の先生含めてですね七人の仏たちが共通して言っていることっていうのが今の七仏通会へ「諸悪莫作修善奉行次情五位是正仏教」仏教というものなんですね。でこの 七仏通会議の中に表されている3つのポイント「ものもののよきことをなしものものの悪しきことを避け自分の心を清らかに保つ」奈美さんにはぜひねこのことを何か紙に書いてそして壁に貼って自分の中で愛について考える時この言葉を 繰り返して自分で大人ただければと思うんですけれどいろいろなお悩みを皆様からお聞きしているとやっぱりその過去のご自分のご両親から受けた仕打ちをずっとこう忘れられないっていう方はまあ多くの悩みの 根底にあるもののいうのはやっぱり親の存在それは本人はご両親に対して別に何とも思ってないっていう人でもお話を聞いていくとそのご自分の性格とか行動の習性ですねその習慣のルートにあるものルーツにあるものっていうのが意外にこう小さい時の過程 にあったということは少なくないわけです。でこのナミさんから頂い,いたお手紙を見る限りまず一つはねナミさんの問題がそこにあるで。これを指摘させていただくならばそれは何かというともう小さき時に親から受けた影響は 簡単には当然拭えないわけですけれどもあの人間というのは遺伝ももちろんそうですしその生まれた後親友達自分のいた環境いろんなものの影響を受けて今の自分の性格とかね今の自分の考え方というものが形づくられていくわけですけどその最も大きな母体になる部分というのが当然両親の影響なわけです。 これはもう本当にね自分の思いとかだけですぐに拭いされるものではないんですが奈美さんの問題はそれを指摘させていただくならばご両親に愛されてなかったっていうのはちょっと違うっていうことです。例えばそのナミさんがねこう 自分が嫌だとそして自殺未遂をもう繰り返してた時に一緒に死のうかって例えばそのお母さんの言葉の中に奈美さんが学校に行けない不登校になった時に高いところに連れて行ってここから飛び降りてみろというお母様の発言の中にそして不倫をなさってたお母様の中に。 やはり、私はその当時のお母様のお父様に対するとの関係ねお父様との関係であったりお母様自身の生きづらさとかものすごくその悩みのどん底にいらっしゃったっていうそのご様子というものがありありと感じられます奈美さんが今30代半ばになられているわけですけれど その年まで、今命があるということはどんな親であったにせよその幼き時にどんな言葉を投げかけたにせよやっぱりね可愛いと思って育てた時期があったから今生きてらっしゃるんですね。ただ残念なことにどんなに子供のことを可愛いと思ってもその時のご両親にとって。 その時のご両親の心というものがやはり安定してなかったがゆえにですね自分の一番大事な可愛い子供に「ここから飛び降りてみろ」とか「一緒に死のうか」とかいう言葉を言うというのは実はそれは奈美さんに対しての言葉だけであってその奈美さんのお母さんの心の叫びなんです。で、最も 守ってやらななけければいけない最も愛情をかけてあげなければいけないでも最も親の甘えが出やすい子供に対して時として親というのは一番自分の心の弱さ弱い部分というものをさらけ出してしまうことがありますその状態がまさにねナミさんのことを可愛いと思ってないわけではないんですナミさんのことを愛してないわけではないんです。でもそれ以上に 自分が苦しくて仕方がないということを幼き子に押し付けてしまう親というのは時としてそういった愚かな行為に出てしまう親も人間ですからお父様が奈美様に性的虐待をしていたこれはね本当にこう子供にとったらたまらないことだと思いますね。 性的虐待というのは本当に長いことそのトラウマは抜けないって言われてますけれどもお父さんを許せという話ではないんですがでもなぜ大の大人が自分の幼き子にそういうことをしなければならなかったのかそこに私はお父さんの性のゆがみというものを感じます。で、お父様が 性的に非常に抑圧されたそして湾曲した状態にあったっていうことが自分のやっぱり一番大事に守ってあげなければいけない子供にそして一番愛情をかけてあげなければいけない子供に向いてしまっている、ね、その人間の性の欲望というものが向いてしまっている。でもそこにね 何かしらお父様脳性が歪んでしまっている抑圧されてしまっているっていうその見えない背景がやっぱりあるわけですね。それがいいここととかったらよくないことですよ当然でも想像してみるに今ご両親と同居なさっているわけですよね携帯電話で話したりということはないにしてもですよ。そこにご両親自身の 子供を愛してはいるんだけれどもうまく生きられなかったっていうことの代償に一番愛してるはずであった子供に対して親がやってはいけないことを最もやってはいけないこと最も言ってはいけないことをやってしまってたっていう非常にこう悲しいご両親の過去っていうものがあるなって感じます。さて 私からの奈美さんに対してのメッセージなんですけどもう36歳になられてるんですね奈美さんね36歳は大人ですでまだ当然いくつになっても両親の前では子供である自分というのがあると思いますが新たに自分の好きな人がいて彼氏もいるわけですねもう立派に 過去ののの自分の親というものを離れてそして自立をしていくという年齢にもなってらっしゃるわけですから少しずつですねご両親というものを自分の親というよりも自分が生まれてきた通り道というふうにして客観的に見ていただく、ね、そういう視点をご自分の中に養っていただきたいと思うんです。 仏教では親というのは子供というのは親は子供の所有物でもないしそのまた逆もない子供は親の所有物でもないんです親というのは子供が生まれてくるための通り道でしかないけれどもある時期子供に対して当然それを保護していかなければ育っていかないけれども一個の人間としてもう対等な付き合いというものをしていってその まあ自立をしていくということね自分が子どもから親から離れていくということをしていかなければいけない。でナミさんにね言いたいことは最も愛に飢えてたその愛というものも執着しないでほしいということなんです。フロイトの あらゆるものの中心に愛を置き愛し愛されることに至上の喜びを見いだせたとき幸福は訪れる非常に詩的で素晴らしい言葉ですよねでももうこの言葉を捨ててください心理学者という人は歴史に名を残した心理学者という人は過去において精神の大きな病を病んだ人が少なくないんです だからこそ人生とは何か人間の心は何かということをもがき苦しんでその中から歴史に名を残すような心理学の一つの成果功績というものを残したというそういう心理学者は少なくないんです。フフロロイイトトももまたしかりこののというものは 非常に愛について悩み苦しみそしてそのご自身の体験の中から愛に対しての一つの名言というものをこうして残しているわけですこれは深い言葉ですけれどもあらゆるものの中心に愛を置き愛し愛されることに至上の喜びを見いだせた時幸福は訪れるでは裏を返せばあらゆるものの中心に愛を置き 愛し愛されることができなかった人は幸福になれないのかということ仏教ではそれに対してノーと言っています愛というものに対してこだわった時それが最高の幸福だと自分の中で定義した時じゃあ自分が愛されなかったら幸福になることはできないということになりますね 自分は愛しているのに自分が愛している人に同じように愛されなかったら自分が愛しているというその愛は恨みに変わりますねよくテレビなんかでアイドルがねファンから傷つけられたとか殺されてしまったとかそういったことが脅しを受けたとかということがテレビに出たりしますアイドルというのは 身近近に感じられるアイドルととというのがが最近は流行りですすっってても危険な商売だと思っています人を愛するということの疑似体験を人間に対して売っているそれをお金に変えているけれどもそれを買っている側はそれを愛だと勘違いしていく自分が送った贈り物そこにはファンからの愛が詰まっているわけです それに対して対等の愛を返さなかった場合にそれは恨みに変わります。怒りに変わります。その人を最もやっていけない行為に駆り立てます。愛ということは本当に深い意味があります。キリスト教から入ってきた愛という言葉はそこの裏には非常に深い哲学的な思考がございます。けれどもそれを一括りで愛として いいろいろな自分が何かを好きという思いを愛という言葉でくくってそれが全てだというふうにして表面的に日本では捉えられ,えられていますけれどもその私が好ましく思うものに対して同じような好ましさを持って自分に返せというこの 一見愛という言葉で語られているエゴこれを増幅させていくということは最終的に人間を狂わせてしまう愛は素晴らしい感情だし人間にしかない感情ですでもそこに執着しすぎてはいけないもう36歳になったナミさんにはそのことをしっかりと見据えてほしいと思いますで ナミさんに対してねじゃあ自分が両親に対してのその愛に対する執着両親の愛ということに対しての執着を離れてこれから自分が心を穏やかに生きていくためにどうしたらいいですかということなんですけれども処方箋として二つのことをお願いしたいそれは一つは先ほどの「諸悪莫作、修善奉行自情5意是枝 ね、諸悪・マクサ修善行事情語彙この3つを自分の中で言い聞かせてほしいと思うんです人間の心というものはものもののきことをなしものものの悪しきことを避け自分の心を清らかに保つその繰り返しによってその練習によって徐々に落ち着いてきます誰かを愛すること誰かを誰かから愛されること そのことによって自分の幸福が訪れるんではなくて自分の話すこと行うこと思うことできるだけ良いことを思うそして望ましくないことよくないことを思わない自分の心を清らかに保とうとするこの努力が自分の心を平安に持っていくっていうことです。そそしてその 心の平安のある人にきっと心の平安というものを求めてまた人が寄ってきますでそこに愛がまた生まれてくるんですですからどうかね今の「諸悪莫作修善・奉行自浄後遺」合意ということを自分の中で繰り返して唱えてくださいで一個だけ「良いことって何悪いことって何?」っていうことのよくそういう質問があるので えー、補足しておきますが「良きこと」っていうのは、まあ、江戸時代にまあ仏教の中ではすごくねそういう細かいことがもうちょっとあるんですけども「良いこと」って何なのかってことがあるんですがここでは分かりやすく、えー、江戸時代にですね、えー、子どもたちのしつけということで「良い行い」っていうのはこういう行いだよって分かりやすく言われてた定義があるのでそれをちょっとお伝えしたいんですが「良いこと」ってじゃあ何だろうって言った時にねそれは自分にとって良いこと。 そして相手にととって良いことそして、それを見ている周りの人にとってつまり社会にとって良いことこの3つがバランスをとれたときに良いことと言われます。自分にとって良いこと自分がいいと思ってても相手がいいと思ってないこともありますね。自分がいいと思ってる相手もそれは素晴らしいねと思ってる。でも 自分と相手が時々男,男女の恋愛なんかでもありますけど自分と相手がいいと思ってても周りのそれを見ている周りの人がいいいとと思ってないってこともありますで時々ですねあのそんなこともあるのでそれを照らし合わせてみた時に自分にとってのいいこと相手にとってのいいことそして社会にとってのいいことということが同時に成立をしていけばそれがいいことです。 えどうか、この「諸悪マクサ修善奉行」「自浄を恋」ということを、えー、自分の中でお唱えくださいそして二、えー、つ目ご両親と同居なさっているであればどうか少しずつご両親と対話をしてください両親を責めるというのではなくて年老いていく両親その両親には 過去、今もそうかもしれない思うように生きられなかったという後悔がきっとあるはずなんです。なみに愛情をあげたかったけれどもそれをあげられなかったという過去があると思うんですね。本人はそのことをすっかり忘れてらっしゃるかもしれませんけれどきっと諸悪幕差修然奉行自浄を鯉その心を持って ご両親と対話をしていくそしてその心をご両親と語り合っていく奈美はねあの時こういうふうだったんだよこういう気持ちだったんだよもしそんなことができたらきっと奈美さんの心にある中にずっとあるご両親とのトラウマっていうのは少しずつ紐解けていくことがあるかもしれません。ももしそれが叶わないないらもう自分の中で 諸魔草修善奉行自浄を覚これだけをお唱えくださいそれで十分です最後にある愛をもらえなかった女性の話をしたいと思います、まあ、ご両親がお医者さんまああのお医者さんというねお医者さんファミリーに生まれた女の子の話です 決して経済的に恵まれてないわけではないあるご家庭にね生まれた女の子がいたんですよでこの女の子は子供として生まれたわけですけど裕福な家に生まれて間もなく両親が離婚をなさったその原因は お父様の不倫ですしかもこのお父様は別の女性に5人子供がいたそっちが本妻だったんですよその5人の子供の奥様の方が本妻つまり愛人の子供だったで そのことが親戚に要するにこの女の子のお母さんの親戚にばれてそして離婚するわけですねご両親が。で最終的にまあ,あのお父様の方がこの子を認知して引き取るわけですけどやっぱりうまくいかないわけですよねもうすでに別の女の人との、まあ、奥さんとの間に子供が5人いて。 そりゃあそっちの家族だって納得しないわけですから。ということで養子に出されるんです。ところがこの養子先でも非常にまあいい扱いを受けなくてですねそして毎日こう泣きじゃくってたっていうねまだ赤ちゃんですからね。けれどもそれはあの養子先に ある意味でお金でお金を出して引き取ってもらったっていうことだったので当然うまくいかないわけです。で、えー、それを見かねたそのね養子先に引き取られてきた赤ちゃんがあまりにもその養子先で、えー、望ましい待遇を受けてないということでそれを見かねたですねまた別の夫婦がこの赤ちゃんを引き取ってくれることになったんですよ子供をね。ところがねようやくこれでね いいかと思ったらまたその新たに引き取られたご夫婦の間で不倫問題が起きてまたこの子はいろんなところをたらい回しにされるという大不幸に見舞われますけれども中学ぐらいに入った時にそうやってたらい回しにされてまあ、最終的に行き着いたところでですね中学生の時に実は お母さんと思っていた育ての親が本当の親でないということを知らされて非常にこの子はショックを受けます中学生ですからね一番多感な時期自分が育ててもらったまあ小さい時にいろんなことがあっていろんなところをたらい回しにされてだけど物心ついてわかるようになった時にその育ての親が自分の親じゃなかったっていうことに気づいてショックを受けるわけですよねそれでもう 周りの人が一切信じられなくなっちゃった。ということでですねもう家をその中学の段階でねもう周りの人たちを頼りにして自分は生きていったらダメなんだ私はもう自分一人で生きていくんだということを決心して家を出られたんです。そしてねもういろいろなところ飲食店でアルバイトしたりということを繰り返しながらでもこう美容師さんになりたかった。そこで なんとか美容師の資格を取得してそして美容師としてね、えー、働き始めよう、まあ、そういうふうにしてね、えー、頑張ってたんです資格も取ってでもねそんな時期ですよねもうだから10代中学から高校高校、ねえー、専門学校行って美容師になろうとしてでもそんな時期にね 彼女には悩みがあったんですよでそれが何かって言ったらねその1718の女子が顔にいっぱいニキビができてたったらやっぱり悩みますよね。でそのニキビに悩んでねそれでこのニキビをなんとかしたいっていうんで、まあ、美容師さんにもなりたかったんですけども化粧品の会社に肌をねきれいにするっていうことにで化粧品の会社にちょっとこう働きに行って。 でそこでいろいろと肌の知識っていうものを手に入れて自分のニキビをなんとかねこう解消していくってことに成功したんですでそこで彼女はそ,のそういう方向ね進んでいきたいっていうことでなんとね勇気ありますよ当時の美容の最先端であるパリに単身出かけていくんです渡るんです。言葉もわからない なんか特別に学歴があるわけでもないお金があるわけでもないもうそこでね壮絶な思いをしながらでもいろいろと勉強をして当時の最先端のね美容っていうものを学んでいくわけですでそこで美容機器というものに出会ってでそのパリで出会った美容機器を日本に持ち帰ってそれを改良してですね美容に関する専門のお店というものを開いていきます そして彼女は美容の業界で大成功していくんですけれどもその彼女の名前というのは高野由里さんと言いますおそらく聞いたことがあると思います。高野と言ってね全国に店舗を持つ、まあ、女性の性成功起業家の一人ですよね。けど高野ゆりさんというのはあまり、えー、知られてないかもしれませんけど実は小さい時に。 親の不倫で捨てられてそしてたらい回しにされて最も愛情が欲しかった時期に最も親の愛というものが欲しかった時期にそれを与えられないで育った子なんですけれども彼女の偉いところはその愛ということを目標に愛ということに執着をしていきなかったんですね。もう 愛を頼りに誰かを頼りに生きていくことをやめようと言って自分の力を自分の興味をとことん磨いていったそのことによって今ね、ねあの本当に美容界を代表するような大御所的なね美容のカリスマになられたわけですけれどもでも、意外に成功者と言われる人たちを見ていくとそういった 波乱万丈といいうものは過去に置いてありますで私先ほどナミさんにねちょっときついようなことですけども愛に対する執着をを離れろとといいうことを言いましたでも本当に愛というものをそこに執着をしていると、えー、残された自分の人生というものをその本質を見失ってしまいます。人間にとって大切なことは人間にとって幸せとは何かそれは心の 幸福なんです心の平安なんです心が波立たないどんなことが起きてもどしっと構えてられるようなそういった幸せを心にもたらすためには諸白莫作、自然奉行事情恋シンプルですけれどもこのことを貫いていくこれが過去の偉大なる天才たちが 何千年という時を超えて私たちに伝えてくれる一つの教えです。どうかこの言葉を支えに愛というものに対しての執着をいち早く離れてください。きっとあそこにね、心穏やかなこれからの人生が待っていると思います。応援しております。